今日は旅立ちの日。オーキド博士から最初のポケモンをもらえる日だ。やあ、サトシ。こんにちは、オーキド博士。ポケモンをもらいに来たぜ。待っておったぞ。さあ、好きなポケモンを選べ。こいつはカエルポケモンの不思議だね。そしてこいつはカエルポケモンのグレックル。そして最後にカエルポケモンのガマガルじゃ。さあ、好きなカエルを選べ。いや、なんでカエルで縛るんで、好きなカエル言うても出るやん。これが噂のカエル化現象か。まあでも無難に不思議なのもらっておくか。わあ、すまんすまん。どれも予約済みじゃった。まさかの予約制。他に何か残っているのはいないの？いないことはないが、こいつは扱いが難しくてな。あ、このシチュエーションは知ってるぞ。残った電気ポケモンをもらえる流れだ。これ、こいつをやろう。こいつは、マッキョじゃ。マッキョ。いや、ピカチュウちゃうんかい。確かに電気タイプやけど。なんじゃ、せっかく準備したのにうるさいやつじゃの。じゃあ別の地方から取り寄せた特別な3体がおるから、そいつらはどうじゃ。特別？それは興味深い。草テラスタル、火テラスタル、水テラスタルのマッキョじゃ。いや、またマッキョかい。マッキョをテラスタルにしてもいらんて。わしもよくわからんが、遠くの地方で流行ってるらしいぞ。はあ、うまくいかないな。いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど。アバーゴーラ、ジャーローダ、カイヨーガ。さあ、好きなポケモンを選べ。いや、そりゃそうじゃ。ぽい3匹やめてー。名前呼ぶたびに博士ちらつくからやめてー。他に人気のあるポケモンはいないの？なんじゃ、人気のポケモンが欲しいのか。だったら最初からそう言えばいいのじゃ。なんだ、いるじゃないか。そういうのでいいんだよ。こいつらが人気投票上位3匹じゃ。コイル、五条マサル、スフィンクス。さあ、好きなものを選べ。いや、それ昔ネットで組織票で上位になったやつー。いよいよポケモンちゃうやつ入ってきだしたー。こんなのから選べるか。なんでこんなやつが博士やってるんだ。オーキド博士はポケモン界の権威だと聞いていたのに。ふふふ、いつからわしがオーキド博士だと錯覚していた。なんだって？ベリベリベリ、 It's me マリオ。オーキドーキー、オキドキ博士ー。